やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ハバーです。はい、現在3月6日日曜日の午前4時37分になるとしますね。はい、ただいまですね、盾の勇者の成り上がりの17、18を見終え、そして、アケビちゃんのセーラー服9話を見て、そして今、何だっけ急に飛んだ、あ、そのビスクドールは恋をするの9話を見て、はい、今から怪人開発の黒石さんの8話、これを見て、はい、この時間は終わりたいと思います。はい、では自己紹介。はい、僕の名はマジライドワゲンにハマっています。一生瓶に乗ってジャグリングして、歯を磨き、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。普段は子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくて、さらに、笑顔になってほしくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で全ての仕事を奪われ、今日で78連休。はい、全く出口が見えない無収入地獄を今歩いております。まあ、そんな中でもね、1日も休むことなくアニメのリアクション動画を投稿し続けて1年と12ヶ月目に入ってます。しかも去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分のね、動画を大量に失うという大ダメージを負ってますが、諦めず、めげずに、くじけずね、やめず粘り強くやってますんで、ぜひ応援お願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんでね、ぜひ読んでください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、さらに今年9月ぐらいにはでかい発表があるかもしれません。お楽しみに。では行きます。 Dear Anime Store です。3、2、1、スタート。もうこの前振りがいつもおもろいね。もう誰やこれ。てつかメギストスでかいな。あれ、今の誰だったっけ。ちょっとキャラを調べます。初登場やね、多分。スペシャルフォース、スペシャルフォース、スペシャルフォース。携帯がフリーズ。キャラクターで、ってことは初登場か。長い。ジヒーローなんや。ピリ、なげ、あ、せやせやせや、はいはい、思い出した思い出した。
ピ、ピリアマギアだっけ、なんだっけ、ピリアマギアや。すみません、ピリアマギアを忘れてました。そうかなと思ったんですけどね。田村ゆかりさんと堀井優さんね。面接女やのに多いな。あれ？バレてる？
バレてるな、これ。今後のご活躍をお祈りしております。請求書、それとも面接の続きやんの？普通にやんのかい。普通にやんのか。三種見つる金の亡者な。すぐやられたんや、アイキャッチのバンダースナッチ。おお、教授怪人。おお、おお、これはプレーター大ピンチやね。
おい、ね、これ第二形態バンクって言われたのか。仮面ライダーブラックとバイオライダーみたいなもんか。なんて異常しないや。好きになる好きになる。あれが出てくる。あれってなんや。あ、ロボね。あれ、これブレーダーと博士同じ家に住んでたりせえへん？え、これし。本人無自覚。
ぱり兄弟だね。また後藤千尋が出てくるのかな、Cパートで。いやもう声の出演に水木さんと松山さんおる。時空機動隊、え、みんなが見つけられたかなって出てた。これもしかして水木さんと松山さんちゃう。悪いことや、これは悪いことやわ。ゲームは無課金。偽札。面接書に勝手に入ってくるな。最初ちょっとピリアマギか忘れててすいません。ピリアマギやね。あの変身前の姿は覚えてたんですけど、変身した後の姿を忘れてた。それでああこれ見た覚えはあるわって何をした。四季島玲王と何言うと言ったっけ。日向に言うとか。うん、ねJP っていうとこに所属してたのか。書いてへんなそこまで。三州王様って初めて出てきましたね多分。まあどうやら金の亡者っぽかったけど、うん、まさかね、何、悪の組織の、戦闘員に潜入捜査として、
まさか戦闘員の面接に行かすとはね。にしても、レオがなかなかね、こう、口が立つというか、あ、中学生ですよ。ユウトも中学生だっけ？二人とも中学生だっけ？朝ね、二人とも中学生やね。うん。なかなかやるよな。レオの方ね。やけど、メギストスの面接おもろいな。あの姿で、何すんのかまだな。ただの面接って。うん。まあ、結果ね、部屋破壊されたまま面接続行するのもおもろかったね。で、次がバンダースナッチという、なんや、再生というか、倒されても中から新たな、怪人が出てくるという、再生式なんたら感じでちょっと忘れたけど、ね、まさかの、剣心ブレーダーに第二形態があったとはね。で、何、超巨大ロボとか今後出てくるのかな。えらい、ウルフ君がね、ワクワクしてましたけど、ちょっとあれ読めへんかったけど、多分、何十億とかの世界かな。で、ヒーローはどうやって金を捻出してるんだろうって、リアルなね、話を。で、その後、ブレイダーは実は無自覚やったってことが分かったのと、ついに出ましたね。兄弟でしたね、やっぱそこね。兄貴は、何？大手の研究所で働いてるんだよなって。あれ急に送られてきてたのね、ブレイダーに。正体も分からず。どんなヒーローやねん。いや、まあ、まさかでしたね。で、メギストスはいい上司でしたね。ちょっと言ってる内容は 100% 理解できてませんでしたけども。うん、まあ、そのクロイツに、要はその自分を責める必要はないみたいなことを言ってたわけですよね。うん、で、最後に出てきたね、水木さん。普通に面接されとったな。うん、で、水木さんがこれまでやってきた悪いことを、いや、唐揚げに勝手にレモンかけるのは悪いぞ。むちゃくちゃ悪いことや。ね、ゲーム無課金はいいとして、ゲームイベントがあるときは、バイトのシフトを何、入れへんようにしてるか長いんだっけ。全然悪いことじゃない。まあ、まあ、水木さんは松山さんにめちゃくちゃ頼りにされてるというね、いい話やったかな、最後ね。はい、ということで、怪人開発部の黒石さん、8話でした。よかったらチャンネル登録や高評価、ぜひお願いいたします。はい、冒頭でも言いました。僕は今、無収入時刻、出口が見えません。まあ、そんな中でもね、アニメのリアクション頑張ってます。もうこんな時間までやってるんでね、5時5分。これとなんだかんだ言ったらもう5時半、5時40分とかになってくるんでね、寝るのが。やっぱりワンルームで母と同居というね、まあ、アニメリアクター的には、まあ、どでかいハンデがありますんで、まあ、それでもね、毎日続けてる僕を見て、ああ、こいつ頑張っとんな、だとか、収入ないのに、よう生きとんな、だとかね、1ミリでもいいんで、皆さんの希望とかにね、なれたらいいなと思って、頑張ってます。はい、ぜひとも、応援いただけると助かります。そして、コロナが終わった時ね、皆さんにはぜひとも僕のショーを見に来てほしいと思ってますんで、ぜひ僕のパーソナルなデータをね、説明文で読んでいただければありがたい。で、ジャグリングとかね、パフォーマンスの動画もいっぱいアップしてるんで、そちらも再生していただいて、コメントとかいただけるとね、めちゃくちゃ励みになるんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、以上ですね、アニメリアク職人こと、マジ大道芸人浜でした。どうもありがとうございました。